決着をつけましょうか。先輩、かかってくるがいい。後輩、まさかダブルスの優勝ペアでシングルスの決勝を戦うことになるとは。どっちが勝つと思う？普通の卓球ならあいつだろうが、温泉卓球では彼女だよ。彼女の打つピンポン球はバレーボールに見えるからな。みんな温泉の素人だな。深夜の貸し切り露天風呂こそ温泉の醍醐味よ。はあ、最高。もしかして先輩ですか？ああ、やっぱり。何がやっぱりなんだ？私も温泉入りたいなって思ったので。なんだそりゃ。課長に言われましたよ。私最近考え方が先輩に似てきたって。セクハラで訴えていいぞ。私は別に嫌じゃないですもん、先輩色に染められるの。それ課長に言ってないよな。宴会の席だったので、なんて返したか忘れました。今期の査定下がったらお前のせいな。でも先輩なら大丈夫ですって。何を根拠に。いつも頼りにしてます。だから私と付き合ってくれませんか？付き合うってそりゃそうだよな。バーン、先輩あれしましょう。深夜の露天風呂は堪能しないとな。君もお風呂だったか。ええ、最高でしたよ。ビール、ビール、つまみも買っていきましょう。先輩、おんぶ。どうすんだ、これ。温泉楽しかったですね。苦労もあったけどな。また一緒に温泉入りましょうね。いや、違うんです。一緒に入ったじゃないですか。お前はもう喋るな。